It's time! Yo, yo, yo! ゴールデン、ベンツ、中古のベンツ、I love Chris French! 片押し用のベンツ、今日もこのガス中古のベンツ。はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっと緊急でこのカメラ回してるんですけど、ヤクブーツはやめろ。今日はね、ヤクブーツを打ちます。まあ、この COVID-19 のね、このコロナワクチン、はい、これをね打つことにしたんですけど、でこのコロナワクチン今日受けるのはねファイザーなんだけど、じゃあ翔さん、このワクチンは薬物だと思いますか、薬物だと思わないですかに対しては、今回のこの僕のファイザー打つファイザーに関しては僕は薬物だと思ってます。あのこれがね、あの違法だろうが合法だろうが、あの僕はあの今回のこれワクチンは薬物だと思ってます。なので、あの非常に悔しい結果ではあるんだけど、じゃあなんで今日ねこのような行動であの僕は打つことになったかというと、やっぱりあの世界のねテニスのトッププレーヤーであるジョコビッチ選手がね、あのワクチンを打たずにオーストラリアかから、ね、国外追放されたりとかね、あのテニスの試合にねあの出なかったりとか、もうねあの本当にもうこれワクチン差別がこの大世界ででかいねこの地球上で起きてるなと思って、これはねもうワクチンを俺打たないともう国、まあ、間違いなくほぼほぼもうどこも入れてくれなくなってくるなと思ったんで、あのもう非常に悔しい結果ではあるんだけど、はい、今日はねあの薬物を打とうと思います。で、まあ、1回だけじゃなくてね、あの2回もしくは3回打たなきゃいけないと思うんだけど、そうだね、まあ、あともう一つはね、この今回打とうと思った動機のもう一つが、まあ、僕 の, あの目標であるね、その目標はね、そのあ、こんにちは、お疲れ様です。あ、気まずいな、なんかドクターみたいな先生が撮ってた名前、あのやっぱ僕の活動の場はね、やっぱこの地球のね、これ地球って丸いんだけど、この 丸い面を全部使って活動したいと思ってるんで、やっぱ僕今までもね、あのインドに行ってね、あのストリートライブをやってみたりとかね、あとはそうだね、あのニューヨークの、ね、ハーレムでライブやってみたりとか、韓国の路上で叫んでみたりとか、もう僕の活動の場はね、あの全世界なので、まあ世界にね行けないとなると、僕の目標であるグラミー賞がどん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 あの遠のくなと思ったので、あの今日はねこのような行動に移ってます。あのまさかね、あの薬ブーツを打つ日がね来るとは僕も思ってなかったんで、まあ、非常に悔しくはあるんだけど、まあでも人間ってね考えとか行動って変わりますんで、まあ、今日はね覚悟を決めて、はい、あの打ちに行きたいと思います。いやしかし本当に不思議な世の中になったよね。普通に水飲んでさ、汗流して運動してご飯食べて寝て、でまた次の日起きた外で太陽で光合してさ、超健康体な人間がさ、意味もわからないさ、そのワクチン薬物打たされんだぜ。そしてそのファイザーのトップである大なんていうのトップの人間は打ってないんだぜ。そんなものをさ、この人類がみんな打たなきゃいけねえとかって、打たないと国入れさせないっていうさ、よめちゃめちゃおかしな世の中になってるよな。します。大丈夫かな。はい、大丈夫です。よっしゃ、はい、今打って15分待ってます。はい、ということで、あのワクチンをねあの打ってきました。なんかあの化学物質が体に入って、でなんか今なんか横でなんか薬物はやめろって聞こえるな。なんか自分の曲を流してる人がいるわ。なんか聞こえるわ。なんだ、すげえヤンシャがいる。なんかすげえ聞こえたな、なんか聞こえたな。何か聞こえた。薬物打ってきたんで、自分の曲で自分が怒られてる感じですね。あれですか、やっぱりワクチンは薬物ですよね。そうですね、はい、化学物質入ってますもんね。だからもう今回ね、僕は本当にそうなんですよ、
あ、グラミー賞取るために世界に行くために薬物を打ちました。仕方なく薬物はやめろ。ちょここで苦情来ちゃうっすね、多分ここで。はい、ということでじゃあ、はい、今日はねそんな形でちょっとまあ薬物を打って、まあショーがねちょっとこうハイブリッドな感じになってきたかもしれないですね。なんかもう感覚が違うっすね。化学物質で体に入ってショー19、これからね名前を改名してショー19で活動したいと思います。それでは次回のショーの YouTube もお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。すげえ車来ちゃったな、やっぱ。うん、やばいやばい。今ファンサービスでちょっとこの左手を上げようと思ったら小指がしびれて、ちょっともう俺ほらファンサービス今できない状況なんだけど、うん、ちょっとショー19ちょっとしびれるわ。薬物はやめろ、やめろ、やめろ。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす。捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る。俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない。自分の心に刻まれてるから。